今日はなんかお家の中がもっと見たいってなんかルームツアーとかしてほしいっていう声があって、まあ、全部をいきなり見せるのはちょっと大変なのでとりあえず今日は、まあ、スキンケアを私がよくやっているスキンケアも紹介しつつ、まあ、バスルームをちょっと紹介しようかなと、はい、思ってますこんな感じで入っていくんだけどうち本当にね物がないんですよ。てか出してなくて基本的にもう普段からこの状態です。あの美顔器だけがコンセントにつながっててティッシュペーパー中身すらないっていう。あとはまあハンドタオル、まあこれはあのお友達とかに使ってもらうようなやつで私のはもう基本にここにかかってるかな。あとはこっちに私が使うタオルとあと子供が使うタオル、おむつとかなんか大きいバスソルトとかあって、こっちはなんかランドリーボックスでこれが私の寝巻きです。昔はなんか本当に何でも買ってたんですよ。いい良さそうと思ったら。でももう最近は本当に自分がいいと思うものしかもう置かないようにしてて、好きなものしか。ざっとこんな感じになっていったかな。そう、まあ、この後スキンケアも紹介していくからその時また詳しくお話ししていくね。こっちがよいしょ、こっちボディ系かな。なんか子供のこれはね、クレイパウダーなんだけど、汗もとか用に使ってる。ほんと普通のただのクレイのパウダーで。とシゲタのオイルとか、こっちも。あら、汗も用か、パウダーとか。これは私のかな。レッグ用トリートメントで。あとこれは私のクレンジング最近大好きな。これもまた後でゆっくり教えます。まあ基本オイル、ボディオイルとか、ボディクリームとか。クレンジング、洗顔フォームとか、なんかこの辺に全部入ってて、でこっちはもう超シンプル、も髪の毛のやつがちょこっと、これがお気に入りかな、一番ヘアオイル、あとなんかアベダのスカルプケアとかも置いてあったりして、ほんと超シンプル。こっちにストックがバーッと並んでて、こっちもなんか本当に普通にボディのやつがいたり、こっちは髪の毛かな。私テンパなんでなんかテンパ用のカーリー用のやつがあったり、よし。でこっちが髪の毛のやつなんですけど、そうヘアケアのやつもすごい聞かれて、私がよく使ってるのはこれかな。あのブラシタイプのアイロンなんですけど、なんか昔はちゃんとストレートアイロンしてたんだけど、なんかもう朝とか時間ないんで子供の送りとかもあるし、こういうブラシタイプのに変えて最近は。これが楽。スキンケアを紹介していく。この間そうモーニングルーティーンを撮ったんですけど、あのなんか多分すごいモーニングルーティーンを撮らなきゃと思ったのか、自分の後からビデオを見たらあまりにもスキンケアが短すぎて、普段もうちょっとしてるんだよ。クリーム塗ったり日焼け止め塗ったりしてんだけど、なぜかやってなくて多分急いでたんだと思う、気持ちが。なんで今日はちょっとゆっくりスキンケアを紹介していくんだけど、基本的に私は朝と夜で微妙に違います。はい、なんか朝は割とちょっと軽いっていうか、そう軽いものが好きなのでまず紹介していくね。であの商品なんですけど、あのそう私自分が皮膚の病気を持ってることもあって、あのあまりなんかこうゴリ押しして URL とかを載せたくないんですね。そうなんかやっぱりね、人それぞれ肌が違うので体質もなんか、まあ私がこれ使ってるよっていうのは全然教えれるんですけど、だからここの辺に多分名前とかは載せるけど、あんまりすごいこう詳しくあの概要欄に載せたりっていうことはあんまり私がしたくなくて、そうもしよかったらここに名前書いておくんで自分で調べて、まあもし合うようだったら使ってみてください。はい、で私はこの CO2 の前回も紹介したんですけど、これで大体顔を拭きます。
まあ、まず相変わらずこの風呂も使用済みで顔を拭きます。で、このお気に入りのこれなんかね、あのブルーライトとかで疲れた肌とかにもすごくいいやつ、これもずっと使ってる、大好きで、ナチュラルだから敏感肌の人にもおすすめです。で、最近はあの日焼けをすごいしちゃってるので、このエンビロンのセラム、これ1番と2番分かれてるんですけど、これを手のひらの上で混ぜます。これもちょっとあのビタミン C セラムっぽい感じのもので、もうすごい私は日焼けをしてしまうので、でこんな感じで日焼け止めじゃなくてなんだっけやばいね、セラム塗って、あともう一個よく使うのがこの、これもなんかねクリームとセラムの間ぐらいのやつで、結構軽いんでベタベタするのが嫌な人とか、あの朝おすすめ、夜よりも。これなんかね水素が入ってるやつで、水素クリームみたいなやつなんですけど、ちゃんと保湿もできるんで、全然化粧水でこれだけでも十分、なんか結構アンチエイジングとかにいいやつです。これもね結構ナチュラル系なんで好きで使ってるかな、うん。で、その後クリーム、あの化粧水と同じブランドのものです。だいたい私あんまりベタベタなの好きじゃないから、もう2プッシュぐらい、なんかね嫌いなんだよねベタベタするの。そうそう、あとはまあ大事な目元ケアね、前も紹介しましたけど、ネロリラボタニカのこれももうワンプッシュで十分です。目元につけて、さあで、その後日焼け止めを塗っていくんですけど、私のお気に入りがこの2つで、これはラロッシュポゼの、結構ナチュラルです、なので敏感肌の人とかはこれおすすめ、はい。で化粧下地にもなるし、いいですよ、伸びもいいし、はい、ちょっとだけ白っぽくなるかなっていう感じ、はい。あとはもう最近これはあの買ったんですけど、これすごく本当に好きになっちゃった、あの私すごいそんなあの本当に結構なんかナチュラルっていうかオーガニックなものとかがもともと好きだから、あんまりこうなんかどうなんだろうって思ってたんですけど、これ本当に良くて、これポーラさんから出てるやつなんですけど、日中用のクリームと日焼け止めが一緒になってて、なんか日焼け止めじゃなくって、なんか日焼太陽の光をこう味方にして、その太陽の光にあるいいものだは、いいものは肌に入れて、その悪い良くない紫外線は跳ね飛ばすみたいな、なんか太陽大好き道端さんにとってはなんかすごい魅力的だったわけです。で買ってみたらすごい良かったので、日焼け止めを塗っていくよ。これも本当に伸びがすごくいいから、よいしょ、これで日焼け止め塗ったら、もう基本的に子供を送るだけだったらこれに、さっきのこのブラシのアイロンで、よいしょ、ね、今まあちょっとコンセント入ってないんだけど、バーッとこうやって朝溶いたり、もう本当に時間ない時はもう大好きなお団子です、バーッとね、もうブラッシングしたら綺麗になるので、こんな感じで終わりなの。ファンデーションからやりますか。
って感じで完成です。ね、今日はこれからお出かけして、でまた帰ってきたら、メイクを落としてナイトの夜用のスキンケアをするところを皆さんに紹介したいと思うので、このまま見てね。じゃあまた夜バイバイ。はい、ただいまって感じで、帰ってきました。今もだいたい夕方なんですけど、で、私は基本的にお風呂に入る前に、ココナッツオイルで、ヘアパックをします。ココナッツオイルをね、お風呂に入るだいたい30分前ぐらいにこうやってコップに、まあ何でもいいんだけどさ、一応これね食事にも使われたから移動させてもらって、1回でだいたい大さじ2杯ぐらいかな。で私はねヘアパックをしていくんですけど、こんな感じでねバーッとココナッツオイルをつけていきます。で私本当にもともと髪の毛がすごい細くて、いろんなヘアケアのさ やったりとかしてきて、トリートメントとかもねいろんなの買って、結果一番ココナッツオイルが良かったっていう。でこれお風呂上がりにココナッツオイルを塗るとすごいベタベタになるんで、シャンプー前の方がいいと思います。なんかここで頭皮マッサージとかついでにバーッとして、よいしょ、ここで結んで放置ね。30分ぐらいかな、放置します。でこの間によいしょ、化粧落としていこうかな。私は洗顔をしたくないので基本的に顔を洗いません。泡洗顔っていうんですか、しないです。まずはクレンジング、このクレイドっていうメーカーさんのやつね、あのクレイ泥が入ってるやつなんですけど、これで一回一応落とします。もう十分これだけでも落ちます。でお水で、お水ぬるま湯かな。私は基礎が弱いのであんまりあったかいお湯で洗うとあれなのよ、赤くなっちゃうっていうか肌が痛むんだよね。基本的にはメイク落とすときはもうぬるめの、ぬるめっていうか本当に普通の常温の水で、今からシャワーを浴びます。はい、普段はもちろん息子と一緒に浴びるんですけど、今日はお友達が来てくれていて YouTube の撮影をさせてくれているので、はい、今の間に一人で入ろうかな。これを洗い流してそこからまた続きをやっていきます。はい、でお風呂上がったよ。お風呂上がってちゃんと着てます見えないよね。そうでね、基本的にシャワールームでもお風呂場でも顔にお湯はつけたくないので、つけないようにしてて、なんかさっき洗ったままなんだけど、でまだ多分ちょっと残ってるので、このビオデルマでもう一回お顔を拭きます。で基本的に息子と一緒に入っているので、息子のことを先にやってね、大体終わったらこの辺にいてくれてるので、それかも隣の部屋に行って、なんか先にお人形さんとかでベッドの上で遊んでくってくれたりするんですけど、まあ、基本的にはこの辺に一緒にいるかな。なんかね撮ってくれるの、私の使う化粧水とかボディクリームとか知ってるから、そうここの台の上に立たせてって言ってくるんだけど、このぼらしてあげるとここパカって自分で開けて、そう撮ってくれるの、かわいいでしょ。
全部きれいに取ったら、ここから化粧水やらを始めていくよ。で、化粧水はこれね、朝も使ったやつなんですけど、これを顔全体につけていって、さあ、そして今日もたくさん日焼けをしたので、なんでもうツープッシュずつかな、私はツープッシュずつ混ぜて顔に塗っていきます。で、コロコロをします。で、コロコロしつつセラムを入れ込むっていう、これなんかの天然石でできてるやつなんだけど、息子が割ったの、ボーンって叩いて、だから接着剤でひっつけた。うん、じゃあこんな感じでこれが終わったら、夜はこのエンビロンから出てるこのビタミン C クリーム、 C ブーストみたいな、 C ブーストクリームかあげて、でこれだけだと保湿が足りないので、私はメゾンレクシアのナイトクリームをさらに上から塗ります。結構これね、もってりしててね、もってりなんだけど、なんかそれこそ、そうだ、デュラメールとかみたいな、あそこまではもってりしてなくて、でも本当に保湿されてるなっていう、ガードされてるなって感じかな。大好きなネロリラのアイクリームを塗って、で、キールスのリップクリーム。まあ別にキールスじゃなくてもいつもね、何でもいろんなの塗るんだけど、なんか手元の近くにあるもの。でこのリップクリームもね、息子が出してくれるのに、ママ塗ってって、こっちに塗ってって、ずっとこうやって真似するのよ、かわいいよね。大体のスキンケアも終わって、ボディね、最近ずっと使ってるのがこの3コンセントレートボディセラム、これを塗っていくんですよ。さあって感じで、大体スキンケアが終わって、髪の毛を解いて、あの前に何だっけ、50の質問で答えたんですけど、私家にドライヤーがなくて、いや、あったんですよ、もともとあったんですけど、今なくて、ずっと最近なんかね、あれなの、自然乾燥ってやつで困っちゃってるやつ。前はね、ダイソンのやつ使ってたよ。あ、めっちゃココナッツのいい匂いする。トゥルルン。よいしょ。はい、こんな感じで寝巻きに着替えたら、大体もう7時にはお布団に入って子供とゆっくり絵本とか読みながら寝る感じです。さあ、全然ルームツアーでも何でもなかったかもしれないけどなんかルームバスツアーから始まった私のスキンケアの一日でした。またなんかこうやってほしいこととか知りたいこととかあったら、コメントに書いてくださいって感じで、皆さんじゃあおやすみなさい、バイバイ。